場だ。行くぞ。了解。こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。ロックマン X ダイブで登場した、新たなオリジナルアーマー、ダイブアーマー X が今回手に入った。パチ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 。っていうか、レウス X と同じアカウントで当たったのか。同じアカウントで当たった。高角効果オリジナルアーマー X が、台湾版のメインアカウントに集結しつつある。正直引く気なんて全くなかったのだが、指が勝手に20連してしまった。どこの防対戦の隊長だよ。そんなわけで今回はこのダイブアーマー X を使っていろいろやっていく。背中の羽は X の形を模しているのね。安直だからなのか、この手の翼は今まで出たことがなかったな。ところで関係ないんだけど、ギルドメンバーっていう項目が増えているわね。今のところタップしても反応ないんだよね。基本ソロ戦の俺がギルドで遊ぶことがあるかどうかはわからないが、遊ぶ機会があれば動画にしたいかもな。 BGM とか背景とかいつもとなんか違うわね。やはり X のオリジナルアーマーとなると公式も盛り上げざるを得ないのだろう。美少女キャラのコスプレしかオリジナル要素ないと思っていたが、レウス X といい今回といい少し公式を見直したぞ。去年では考えられないくらい X もうプッシュされてるよね。ロックマン X というタイトルでやるべき仕事をようやっとまともに取り組み始めたと言えるかもな。地味に言ってることひどいような。多分気のせいだ気のせい。それじゃあそろそろ今回のイベントから始めていくことにしよう。手始めにまずはボスラッシュと行こう。めんどくさいの控えねえ。まあそういうな。一応タイムアタックだから倒しやすい調整はしているだろう。多分言うなし。それじゃあ始めるか。まずは左から。何が出てくる？バジュリーラだわ。メーリー。いや言わんでええやん。今の時期なら彼は地球の裏側でサーフボードしながらプレゼントを配っているに違いない。多分もうその時期は過ぎたんじゃないかしら。っていうかソードぐらいで特攻かよ。盾持ってるからチャージショットかセーバー系で特攻しないと時間がかかって仕方ないんだよ。このレーザーが今回のチャージショット。スキルねえ。バイブバッター。撃っても立ち止まることのないレーザーショットを放つ。でも終わった。この戦い方ならレウス X の方が早いな。ランクは今いくつなんだ？ランク1だ。火力を出すならランク3以上は欲しいが、パッチが足りないのでしばらくはこのランクだな。レウス X の時は本当にパッチがあったんだね。さて次だ次。これはイエローデビルだな。それはいいけど6メガくんぐらい振り回しすぎじゃない？ソードぐらいは素振りしているだけで最大 20% 火力がつく。短い間だが大きなダメージを出すために素振りしてるんだよ。対戦でもこうやって素振りしてる人多いぞ。今の対戦ではぐらい使われてんのかな。そういえば今の対戦環境だとセーバーあまり活躍できないと聞いたことあるな。セーバー系自体が使われていないかもしれん。6メガくん最近対戦やってないの？使いたいキャラが台湾版にいるから日本版を起動することがあまりなくてな。国別のダイブを素直に落とせたら日本版もプレイしていると思うぞ。なんで別バージョンのダイブ同一端末に入れられないようにしてるんだろうね。それだけは本当に意味不明だ。さあ次に行くぞ。ダイブ X 特有の動きみたいなものは今のところ感じられないわね。レーザー撃ちながらぐらい振り回すかボイラー撃ち続けてるだけだしな。最後はダークマン3号か。他のダークマンはいつやってくるのやら。おっとまじった。アンジャ今完全に忘れてなかったか。完全に忘れていたな。さっさとぐらい振り回して倒し切ることにしよう。ってこの野郎。ダークマン3号がシールド出してきたわ。何のこっちもシールドだ。それシールドなのか。もう一つのスキル、ダイブリンク。発動するとシールドを張り、ランク2以上だといろいろ追加効果が発動する。が、とりあえずはボスラッシュはこれで終了だ。あとは走るだけだね。そういうことだ。まあこんなもんか。上はどれくらいなんだろう。適当にやった今の俺より30秒くらいは早いかもな。続いて最近新しく追加された新ストーリーステージ。ステージの名前は電算エリア。1年ぶりね。あの頃はいい意味で熱があったな。ファンの誰もが日本でのエグゼコラボに色めく立っていた。実装と同時に燃え上がっちゃったけどね。その話はするな。
思い出したくない？うっす。今更ながらこのステージウルトラエル全く出なかったな。元ネタがサイバーワールドからの登場だから出てもおかしくなかったのにね。いいことなんじゃないかしら。ああ、いいことだ。おかげで面倒な足止めを食らうことなく存分にステージ攻略に集中できる。奴の処理のためにセイバー系持ってくる必要もないし、快適そのものだ。イベントでたくさんウルトラエルが下の反省したってことかな。だとしたら嬉しいな。できればこのゲームから完全になくしてくれると快適になってやりやすくなる。奴が出てくるステージはできれば二度とやりたくないからな。ひどく嫌われたものね。この間のイベントが決定的になった。それにしてもダイブバスター銃口から外れても発射されたままなの面白いね。もし仮に銃口から発射されたままそのまま動かせたらどんな動きになっていたんだろうか。ダイブリンクへもダメージも発生していたのかしら。発生していたな。ダメージを防ぎつつダメージも与えるバリアだ。ちなみにこの動画ではランクが一つ上がっているので回復効果も効けている。イカットウルとセットで使っていたら凄まじく回復しそうだ。バットンも効けるとそう簡単には倒されなさそうだね。回復に特化させたらヤコブでも活躍しそうだな。地味に追い詰められてない？まあなんとかなるだろう。今更だけどブライやめたんだね。ブライとマットボイラーの方が使い勝手がいいような気がしていたが、そんなことはなかったぜ。残りはあのライドアーマーラビットだけか。よし、ゴールだ。そして今回の動画での最後の戦い。いつものシャッターじゃないね。イベントの時もシャッターはなかったな。そいで特にアイテムとかはないと。あくまでボス戦だけなのね。ゴッドカルマシーン、大いなり、ナイトメアポリスのバジュリーラ、エフエットマンダレイラ、BB が、ドップラー博士が授けた新たな力により合体した姿、ゴッドの名を冠する通り、いなり神を彷彿とさせ、頭上に狐の頭部をいただく、その攻撃はすべて強力で、一振り一振りがまさに神の一撃、とどめを刺さなかったことを後悔するがいい。今、その力を試させてもらう。というわけで今回はロックマン X3 からこのボスが登場だ。この間マックスアーマーの動画出したばかりなのにライブでこのボスと戦うことになる。当たりタイムリーだね。のしのし歩くのなんか可愛いわ。原作では下半身は一切動かなかったボスだから、こうして歩いている姿を見ると感慨深いな。原作にはなかった攻撃値できているね。全力差は約2倍なのでダメージがそれなりに大きい。ダイブリンクをマネに使って回復と防御を図りたいところ。特に誘導弾が厄介だ。これ誘導してくるんか。原作には存在しない技で強化されているな。今の敵のセイバー攻撃はかわせたのかしら。壁際じゃなければ遮断出れば回避できるな。あれはロケットパンチオフ。確かにちょっと遅すぎるな。のしのし歩くようになったからその分を措置したのかもしれんな。こんな位置から誘導弾使われたらさすがに辛くない？ダイブリンクで回復アウトバリア。セイバーの衝撃波弾かれたような音したわね。あんな音がするとは思わなかったぜ。ロケットがしながら歩いてこられるの地味に厄介。ダイブバスターはかなり回転率がいいが、やはり戦闘力の差が大きいな。大いなり左まで行ったね。あのボスは右を向かないのかしら。っていうかじっとしてる時間長いね。余裕ぶっているのか、そういう風にしか動けないだけなのか。わざわざ飛び抜いてまで左を向かなくても、良いソフトコーだから振り向く動作を作るのが大変だったんじゃないか。ライフを半分まで減らしたところでそろそろ早送り。あとは繰り返しか。そういうことだ。というわけで大いなり撃破だ。何回か手運したけど割と余裕で倒せたね。育っていないアカウントだがまだまだ戦っていけそうだな。というわけで今回はこんなところだな。ダイブアーマー X、使用感はどんな感じかしら。
かなり扱いやすい良い性能の X だと思う。単に動かしているだけでも楽しい。ゼウス X とはまた違った使い心地で、初心者にもおすすめしやすい X かもしれない。本業はランク3からだと思うので、早くそこまで育てたいものだ。アニジャも満足の出来か。ゼウス X ともども、今後もちょくちょく使っていきたいな。次の新アーマー X も楽しみにしている。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よいロックマンライフを。よいロックマンライフを。